赤シャツ抗議者たちが、バンコクのプラチャーソンクロ通りにて軍隊と向かい合う。2009年4月13日2009年タイの、政情不安は、2009年に、タイで起こった一連の政治的デモ活動とそれに、伴う、政情不安のことである。2009年3月26日から4月14日に、かけて、バンコクとパタヤでは、アピシットエイチャチーは政権への反発と、 それに続く軍の鎮圧行動が発生した。万国中心部では10万人という最大の抗議デモが実施された。選挙違反をめぐる裁判で、大の憲法裁判所が、ソムチャー・イ・ウォンサーット首相の政治活動を5年間禁止した後の2008年12月17日、民主党党首のアピシット・エイチャ・チーワが新たな首相に任命された。2009年3月、 タクシン・チュナワットは、ビデオ放送を通じて、スーミツイン議長のプレーム・ティンスー・ラーノンが2006年の軍事クーデターの首謀者だったと主張し、彼と仲間のスーミツイン顧問官、スライウッド・チュラーノンとチャーン・チャイ・リキッド・チッタが、アピシットが首相になるのを確実にするため軍と陰謀を企てたのだと述べた。タクシンの告発には、証拠がなく、アピシットは、この告発内容を否定したが、 4月初旬に数千人のタクシン支持者たちがアピシットの首相辞任及びプレーム、スライユット、チャンチャイ3名の数密院辞任を要求する抗議活動をバンコクで行った。タクシンはその後権威がかかるアピシット政権の帰属的影響に打ち勝つために人民革命を呼びかけた。赤シャツの反独裁民主戦線が主導した抗議行動は 第4回党アジア首脳会議が開催されるパタヤに拡大。ドと対名誉党の指導者であるネ・ウィンチとチョープと提携している青シャツの政府支持者の間で激しい衝突が起こった。抗議者がホテルに侵入したことで首脳会議は中止を余儀なくされ、アピシットは4月11日にパタヤとチョンブリー県の緊急事態を宣言した。 赤シャツの舞台失職した前首相タクシンチナワットの支持者たち10万人からなる抗議デモが始まり、夕方までには政府庁舎と近くのロイヤルプラザにいた。どの主導者であるウィーラムシカポン、チャツポンプロムパン、ナタワットサイクアラは、4月8日、貴族政治の崩壊の日を掲げて、アピシットエイチャチーワの首相辞任及びプレーム、 スライユット、チャンチャイ3名のツ密院辞任を24時間以内に行うよう要求し、さもなくば、反政府抗議のレベルを上げることになるとの声明を出した。午後4時45分、どの抗議者たちは、ツ密院議長、プレームティンスーラーノの住居から、町で最大の交通量がある、交通拠点の戦勝記念塔までデモ行進した。これに協力する、 約100名のタクシー運転手が自分の車両で周辺道路を塞いだ。土の主導による抗議活動は東アジア首脳会議の開催地であるパタヤに拡大展開した。土の支持者を率いるタクシー運転手が車両と共に結集して夜明け前にパタヤに向かい主要道路やパタヤへのゲートを塞いだ。抗議者たちが首脳会議の会場に向かっていったため午後に土と 政府支持者の間で激しい衝突が起こった。青シャツ側の報告では赤シャツによって爆弾が投げ込まれたとしている。治安部隊が抗議者を足止めすることに失敗したため、抗議者は最終的に首脳会議の建物であるホテルに襲来した。この抗議が原因で東アジア首脳会議は中止を余儀なくされた。治安部隊は海軍の船とヘリコプターを使って ホテルから退出する各国首脳陣を護衛した。このため、アピシット首相は4月11日にパタヤ地域とチョンブリー県の緊急事態を宣言した。同抗議活動は最終的に午後に終了した。東アジア首脳会議を中止させたとの容疑で、赤シャツ抗議側の主導者、アリスマン・ポンル・アンドオンが警察に交流された後、抗議者たちは、 バンコクに戻って多くの道路を封鎖し、バンコク首都町の多くの地域で交通渋滞を引き起こした。スポンやアッターウォン他一部の抗議者たちが首相の命を狙おうとくわ当てて、彼の事務総長である日本、プロムパンとその運転手を負傷させた。完全武装したタイの兵士たちはバンコク中心部の戦勝記念塔付近から催涙ガスを使用し、 自動火器での空砲射撃及び実弾射撃を行って、抗議者たちを蹴散らした。これにより、少なくとも70人が怪我をした。陸軍は後に、実弾射撃は空中に向けて行っており、群衆には空砲射撃を行ったと主張した。ヒューマンライツ・ウォッチは、同陸軍が実弾を直接抗議者に向けて発砲したケースもあることを確認した。また同日、 との公式な国際スポークスマンであるショーン。ブーンプラコンは、アルジャジーラ英語局の電話インタビューに出演し、一部の土抗議者が、路上抗議の際に拳銃を使ったことを認めつつも、銃器は、軍の弾圧を防ぐ目的で使用したものだと主張した。とは、軍の攻撃の間に撃たれた銃弾で一人の抗議者が負傷したと主張した。しかし、陸軍は後に、 その傷は M-16 に起因したものではないと主張した。また月曜日に政府は衛星放送局の D ステーションの閉鎖を命じた。他にもどコミュニティのラジオ局がいくつか閉鎖され、どの支持者であるとの疑いで取り調べが行われた。タクシンと抗議主導者13人に対する逮捕状が発行されている間、バンコクの様々な場所で激しい衝突が続いた。 2009年4月14日、抗議主導者の多くが警察に出頭し、暴動が終わった。軍隊が政府庁舎の近くなどデモ活動の主要な拠点を取り囲んでおり、デモ参加者たちは自分たちの活動を終えることに同意した。政府は抗議者たちに向けて平和的措置を確約し、自宅のある県内へ彼らを戻すために無料輸送を実施した。正午にこのデモ活動は、 正式にかつ平和的に終了した。政府の統計によると、この正常不安において120人以上が負傷し、その大半がどのデモ参加者だった。少なくともどの抗議者一人は、リンデンクにおける軍の攻撃の間に、銃撃の傷を負った。ただし陸軍は、この傷口は、我々の標準銃器によるものではないと主張している。 少なくとも6人のデモ隊がこの正常不安で殺され、その死体は軍によって持ち去られたと主張するが、陸軍はその主張を強く否定した。二つの土抗議者の死体がチャオプライア川に浮かんで発見され、彼らの手は背後で縛られ、体がひどく殴られていたが、警察はまだこの殺人犯が政治的動機であるのか否かを結論付けていない。2009年9月11日、 政府庁が任命した政情不安の調査を担当する委員会は群衆の統制によって死亡は起こらなかったとする報告書で一連の案件を完了した。抗議者を批判するためにナンドオーンマーケットの住民が現れた時赤シャツ抗議者が一人を射殺して二人を負傷させたとアピシット補佐のサティットオンノンターイは主張した。バンコク首都圏の管理局は 31の破損及び燃やされたバスを含め1000万バーツの財産損失を被ったと推定した。しかし、タイの観光産業連盟は観光業界の被害が2000億バーツに達し、25万7000人の雇用が失われることになると推定した。ありがとうございます。